はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見てみ皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、あの漫画家のね、松本零士さんね、銀河鉄道999とか、多分宇宙戦艦ヤマトもそうですよね。ちゃうかな、ちゃうかったらごめんなさいね。まあその松本零士さんという方がですね、イタリアのトリノでね、訪問している時にですね、あの体調を崩されて、そのままそのイタリアの病院ですよ、入院していたんですよね。2週間、先月かな、報じられたんかな。で、もうその、昨日12月4日にですね、その病院を退院されたようで、まあ、健康状態は良好だと報じられてましたね。いや、おめでとうございます。いや、なんかね、この肺炎などのためにね、病院に搬送されて治療を受けていたってね、言ってましたけども、いや、肺炎も怖いですよね。まあ、この季節だから余計に怖いですよね。しかも海外やしね。海外の病院でもその、日本の保健所で行けるんですかね。まあ、そんなことはないと思うんですけども。でもまあこう、なんて言いますかね、肺炎だけでこう済んだらいいんですけども、まあそこからのね、合併症もね、怖いですよね。まあそのね、なんて言いますか。まあ、僕みたいにその白血病でね、骨髄移植をした患者さんやね、まあ、その他他の病気でですよ、病気をされて治療期間がこう長く続いている患者さんっていうのはね、まあ、こういったあの肺炎だけじゃなくてね、まあ、普通の風邪であってもですね、まあ、先ほども言いましたけど、そこからの合併症が怖いんですよね。まあ、風邪かなと思ったらインフルエンザやったり、まあ、それこそね、もう風邪かなと思ったら肺炎だったりしますからね。しかもね、それで終わりじゃなくて、その治療期間が長く続いている患者さんっていうのは、こう弱っているね、この臓器に様々な影響が出ます。まあ、わかりやすくね、下痢でしょ、まあ、嘔吐もそうですし、まあ、そんなのがあったりしますんで、その骨髄移植をした患者さんはね、この収まっていた、この副作用、骨髄移植に対する副作用が収まったんですけども、それがこうガッと悪化したりするんですよ。だからね、たかが風邪と思ってられないんですよね。まあ、その、最近、その、僕が子供の頃以来に肺炎になった時の話なんですけども、子供の頃も肺炎になった記憶がないんですけども、まあ、マイコプラズマ肺炎という言葉をね、子供の頃病院で聞いたことあったんでね、多分なってると思うんですけども、まあね、その今年の6月中旬から肺炎で2週間入院しましてですね、その入院する1週間前の土日なので、6月の1週目の土日ですかね、まず先にその鼻水がね、止まらなくなってしまいましてですね、まあ、これは皆さんからコメント欄でね、教えてもらったんですけどね、めっちゃ声が鼻声になってたみたいです。でもその土日を乗り越えて、なんとかその鼻水はね、治ったんで、まあその季節の変わり目で体調が崩れたんかなーってこうね、思って、まあそのままやり過ごしたんですけどもね、まあ、そしてその次の土日ですよ、入院2日前にまた鼻水が止まらなくなって、からね、とうとう高熱が出てしまいましてですね、まず動画を撮影するとき以外はずっとこう布団でこうってね寝てました。まあ、土日なんでね、その病院も空いてないので、まあ、次の日の月曜日かその夕方にね、もう通ってる病院のその救急外来にですね、電話をしてね、白血病の状況と今の状況をね、こう伝えるとですね、すぐに来てくださいということでですね、自分でこう運転してですよ、病院に向かいました。病院に着いたらね、その体温を測って採血をして尿検査をして CT を取ってですよ。でもそれをした後にね、尿検査からね、肺炎球菌のね、陽性反応が出たと。でそのまま2週間入院になりました。普通にこう元気でね、何も病気してない人ならですね、そのまま薬をもらって多分帰れるという感じやと思うんですけども、まあ先ほどもお話ししましたようにね、その肺炎から合併症がね、怖いんですよ。だから僕は入院させられました。
まあ、なのでね、まあ、できる限りですよ、予防策をしっかりとね、しておかなければなりません。でも、その、どんだけ予防策をしても、しっかりとしていたとしてもですね、まあ、なる人はなってしまいますのでね、まあ、それはね、誰が悪いとかではね、ありませんので、なったらなったで、しっかりと病院に行って治療をしましょう。まあ、どこかおかしいな、悪いな、と思ったらね、すぐに病院に行ってください。何もなかったらなかったで、それはそれでね、いいんですからね。ぜひ病院に行ってください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。